道人身事故ニュース速報です。2022年2月23日08時35分頃、学研都市線の京田辺駅大隅駅で人身事故が発生した模様です。学研都市線での人身事故は今年1件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。